創業145年、香川県橋本市病院の美食家まいです。一株で2倍から3倍楽しめるおすすめ植物をご紹介します。なんで2倍から3倍楽しめるかっていうと、鉢植えでも楽しめるし、切り花としてもおしゃれやし、楽しめるし、そして中にはドライフラワーとしてもめちゃくちゃ長く楽しんでいただける植物もありますので、これからご紹介していきたいと思います。切り花として楽しめるって言ったら、アカシアとかそういう木物ももちろんおすすめなんですけど、多分皆さんもご存知だと思うので、今日はちょっとあんまり知られてないような、知られとるけど知られてないみたいな植物をご紹介していきたいと思います。ではお庭の中に隠しておりますので、一緒に探していきましょう。あ、これ隠す忘れとったこちらビバーナムの、これ品種がいっぱいあるんですけど、これはビバーナムティヌスっていう品種です。これ常緑低木、常緑って言って冬も葉っぱがある低木樹。そんなに大きくなりすぎんので、まぁ、ちょっと鉢植えにしたりとか、お庭のこういう低木みたいな感じで植えてあげるといいかと思います。で、お花が今これ、つぼみの状態でついたんですけど、咲いたら白い、こんな感じのお花。で、茎が赤いもおしゃれですよね。なんか赤い、なんていうん、大人レッドの花束とかによく使われたりとか、これ春に花が綺麗に咲いて可愛いんですけど、お花の後も楽しめるんです。こんな感じでブルーの実がついて、この実もまたおしゃれなので、ほんまに1年を通して長く楽しめる植物です。そして暑さ寒さにすごく強いのと、半日陰でも日光でも育つので、ちょっと日当たりが悪い場所でも植えていただける植物です。強い剪定にも耐えられるので、鉢植えでも庭植えでもいいと書いております。鉢はこの鉢に入れるとおしゃれですね。続いて、はい、こちらです。ワックスフラワーですね。ワックスフラワーは結構知っとる人多いんかな。お店でもオンラインショップでもめちゃくちゃ人気があって、今これつぼみの状態なんですけど、小さいお花が咲いてきます。南半球の植物なので、乾燥にも暑さにも割と強いです。これも低木樹になるので、あんまり大きくなりすぎないので育てやすいかと思います。水切れをしてしまうと葉っぱが茶色くなってパラパラ落ちてしまうので、水切れには注意してあげてください。これも切り花で使うとすごいおしゃれなので、庭植え切り花楽しんでください。はい、鉢はこんな感じでこちらのハッチと合わせております。はい、続いて、はい、こちらめちゃくちゃ大好き、クレマチスペトリエイです。これまだつぼみの状態なんですけど、こんな感じの緑色の小さい花がたくさん咲きます。ほんでこれなんで好きかって言ったら、もちろんこの緑のおしゃれなお花が好きなんですけど、めっちゃ強いです。去年残った売れ残っとった子がおるんですけど、その子もちゃんとお花つぼみが今ついてきてます。そのぐらい丈夫なので、育てやすくておしゃれな植物を欲しいっていう方は、ぜひこのペトリエイを手に入れてみてください。これもなんか切り花でよくブーケとかのつるもんですごく使われてる植物なので、お部屋にちょっと飾ってあげる、こう垂らしながら飾ってあげるもかなりおしゃれでおすすめです。はい、ペトリエイです。はい、このおしゃれなすり鉢に入れてあげる。はい、かわいい。はい、これコデマリ。これも今まだ全部つぼみの状態なんですけど、咲いたらこんな感じ、玉状のお花がいっぱいつきます。これがこう玉みたいになって、白い小花がたくさんついて、こちらも切り花でもすごく可愛くって、春になればお花屋さんにたくさん並んでいる植物です。なんかちょっと脇役として、大きいお花の間にアレンジメントとかで入れてあげると、おしゃれさが倍増してすごく可愛い植物です。枝を切って、なんかこういうフラワーベースに入れてあげるも
すっごいおしゃれなので、これ私自身もそれをやりたくって今ここに植えようかなと思ってます。フラワーベースにこう枝をふわーっといけるっていうのがちょっと今の夢です。はい、コデマリでした。コデマリは落葉をするので冬は枝だけになります。はい、続いてはじゃん、クラスペディアゴルフビューティー。最近ゴルフにハマっている私にはすごくいいお花ですね。こちらもオーストラリア原産の植物で、今これもつぼみですね。咲いたらこういう感じ、なんか切り花で多分見たことある人は多いかと思います。これがドライになりやすいので、ミモザとかと一緒に黄色いお花同士でスワッグ作ったりとか、そんなにも使っていただけると思います。これ多年草なんで、毎年出てくるんで、ちょっとお庭に植えて毎年楽しんでいただけるといいかと思います。ちょっと高温多湿が苦手なので、夏場風通しのいいところで育てるか、鉢植えにしてちょっと軒下などに移してあげるといいかと思います。冬もあまりにも寒い、霜が降りるような地域ではちょっと育てにくいので、そこも注意してあげてください。はい、こんな感じでお庭に植えながらお部屋も美しくおしゃれにできる植物を紹介いたしました。いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。